ダメよ。ダメダメ。ダメということでね、今日は、エレキテルなんちゃらかんちゃらからさせていただきましたけども、みっちゃんねるをご覧いただいている皆さん、また、こんにちは、山田です。今日はですね、今回楽しみ笑い市場で取り組みを始めた、その食べ放題、飲み放題、時間無制限、 なぜ始めたのかっていうちょっと思いの方をですね、簡単に皆様に、ちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。もともとですね、僕はやっぱりそのこだわりを出したくて、美味しいピザとか美味しいパスタとか洋食、その業態でビストロという業態、洋食を主流にしたものを居酒屋価格で楽しんでもらえるというお店作りで、お店をやったんですけど、ずっとですね、お客様の声をいろいろアンケートやお客様の声を実際集めていく中で、一つの共通点があったんですね。満足いっていないところの共通点、それが例えば予算が思ったよりもオーバーしてしまったっていうこと、そして時間がみんなバラバラで集まってきてしまうから、どうしても時間が例えば3000円っていうお料理付き飲み放題で2時間半とかってなったとしても、7時からスタートでも8時に来る人もいるのに、9時に来る人もいるのに、結局2時間半で終わっちゃうけど同じ料金が発生してしまうとか、そういうですね、お客様のその悩み事が多く、その声が上がったんですね。それでちょっといろいろ何かできないかなって思った時にですね、じゃあもう予算も決まって、3000円、男性3000円、女性2800円くらいで、まあ飲み放題で、時間も無制限にして、もちろんお料理もできるだけお腹いっぱい食べれるように食べ放題で、飲み放題食べ放題時間無制限で決まった予算であれば、お客様の悩み事を解決できるんじゃないかなって思ってですね、この企画を指導してですね、始めさせていただきました。そしてですね、なんとありがたいことに、そのすごくすごく想像以上のお客さんいらっしゃってるんですね。本当にいらしていただいている皆様、ありがとうございます。もう想像以上なんですよ。本当に想像以上いらしていただいていて、もう本当にお客様には感謝しかありません。これからもですね、今回本当は5周年イベントっていうことを企画した、一つの企画として取り組んだんですけれども、引き続きやはりですね、お客様やっていただきたいというお声をいただきましたので、引き続きやることにいたしました。これからもですね、皆様に安心して好きなだけ飲んで好きなだけ食べて、閉店までしっかり楽しんでいただきながらも、3000円以上、男性は3000円以上、女性に1800円以上かからないようにですね、この企画を、しばらく継続したいなというふうに思っております。ぜひ、懇親会、飲み会、合コン、モアイ、女子会、ママ会、普通のみんなのユンタク会みたいなところですね、ぜひ安心してご利用いただきたいなというふうに思っております。皆様のお越しをお待ちしております。またよろしくお願いします。それではバイバイ。えい。